でもちょっとしかね、もうできないから。朝起きれた。余裕。やばい。オープン、焦った。ちょっと待って、本当に不安定なんだけど、ちょっと待ってください。あ、ここかな。 ここかな。お、あーい、あ、よいしょ。 みんな何してましたか？もう12時前だけど。寝てた。スタンドマジ持ってくるべき、本当に。あ、うん。スタンドはいつでも持ち歩かなきゃダメですね。持ってるのよ。いろんなスタンドを。いろんなスタンドを持ってるんですけどね。持ち歩かないからダメですよね。すいません。よかった、できて。これでできなかったらあれだった。足が疲れた。なんかさ、私本当に爪が弱くてって話いつもすると思うんですけど、すごい爪が弱くてさ、こんなあと20分しか配信できない中であれしてます、言ってますけど、爪がすっごい弱くてめちゃめちゃ割れやすいんですよ。だからなんか最近とかも本当に特に割れやすすぎて、なんかちょっとしたことでパリって割れちゃうんですよ。それがすごい悩みで、なんかなんだろう、靴履いててなんだろう、かかとをなんだろう、シュッと入れるじゃないですか、かかとをさ、その時のなんかピョンって爪がこう弾いた時のなんかちょっとして衝動でパッって割れちゃったりとかさ、すっごい弱いんですよね。めっちゃそれでさ、指に傷つきすぎて悲しいっていう話。終わり。なんかケアの仕方わかんない。オイルとかして意味あるのかな。私のなんか悩み。プチ悩み。カルシウム不足。カルシウムって、あ、カルシウム、牛乳毎日飲んでるんですけど、まあまあ、ほぼ毎日。牛乳以外って何ですか。魚ね、ちょっとケアはする。なんかね、ネイルオイルとか買ってみようかな。めっちゃ爪がもう激弱。大事に大事にしないと。なんか本当に、ね、弱いんですよ。魚、煮干しいっぱい食べようかな。煮干しなんか一時期めっちゃ食べてる時期ありました。なんか学校で高1くらいの時にすごい先生に煮干しをおすすめされて、なんかストレス軽減にもなるし、なんかいろんないい情報を聞いて、なんかレッスンの合間とかずっとなんかみんな可愛いチョコとか食べてる、なんか煮干しをなんかでっかい袋で買って、ずっと煮干しを老女も食べてましたね。ウケる。煮干しですか、あれは。煮干しっていうなんか魚の、あ、いりこかいりこをずっと食べてる。いりこって言いますか。おっきい、結構大きいやつ。もうめっちゃこれくらいの、本当にこれくらいのガチの大きい袋で買ってずっと食べてました、レッスン中。ウケる。でもメンバーにも好評。え、意外と美味しいねみたいな。ちょうだいちょうだいって言われるから、あ、どうぞどうぞみたいな。あー、ウケる。
その時爪どうやった、分かんない、なんかもともと爪弱いんですけど、なんか最近弱ってなっちゃうくらいよ。あ、なんですかね、まあカルシウム取ります。ね、カルシウムね、私栄養足りてなさすぎるな。ビタミン、カルシウム大事。歯も弱い歯どうだろう、歯弱いってどんな人ですか歯も弱いかもしれんわ。じゃあすぐかけるとか、それはないかそれはやばいね、それはないですけど。いりこ食べ出すと止まらない、そうなんですよ本当に、意外とね。今日めっちゃなんか超傷できた爪、なんかだから自分の指にも三つ爪、その割れた爪ですごい傷つけちゃうし、なんか洋服とかすっごい最近その爪のせいで洋服とかめっちゃ引っかいちゃって、荒らしちゃうんですよ。すごい、そんな眉常にさ爪に神経を当たらせるんじゃないですか。よくね、ちょっとケアしますね。ネイルオイル買おう、いい子買おうかな、いい子。いやなんか今日眠くないんだよね。明日はまあゆっくり寝れるんですけど、朝すごいうるさい、押すと。ちょっとすみませんね、私が喋ります。イエーイ、トゥル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 。みんな明日何時起き？今日の夜はね、美味しいもの食べたよ。早っ。早いなみんなまあ7時って早いですよね7時って早いですよね。私何時に起きよっかな。明日はねもう何時でもいいんですよ。うん、8時くらい、 いやもうちょっと8時半くらいは寝ようか最高電球、うん、もう47分だよ、やば、もう終わる。いやちょっと55分くらいまでやるかな、ギリギリまで。みんななんか お話ししよう面白い話。夜、あ朝遅いとお腹空いてこない、え
朝遅いとお腹空いたから。え、うん、遅いと逆に朝さお腹空かない。あ、どうかな。プラスティックの唇をいつかやってみたいんですよね。頑張って起きてるか。マジ全然だよ。いや、私そんなさ眠そうな顔してるかなと思う。すごい、全く眠くない時でもさめっちゃ眠そうだなって思われるんだけど、全然、私今全然眠くないですよ。あとね2時間3時間、いや全然起きとける。全然眠くない。来週九州入りするけど暑そう。今のところねめっちゃ暑いんですよね。来週急に寒くなるとかないから。いやでも本当に九州も暑いですよ。あ、でも今日くらいからまた気温が下がってたりしましたよね。どうやら。でも、あ、暑いです。暑い、だいぶ涼しい格好で来ていいと思います。あ、夜何食べ、お肉食べました。あの疲れてお肉がすっごい食べたかったのでお肉を食べました。あと72名でフォロワー1万人。おって、すごい。フォローしてください。こっちこっちこっち。お腹空きすぎて朝目が覚める。すごい。でもそういう人いますよね、たまに。お腹が空いて目が覚める、そんなコースは絶対ないわ。12時前の本当ですよね。12時前に配信してるなんて すごいよね。コナン見ながら、え、コナン会ってたね。あ、やっと10分経った感じか。暑いよ九州、マジ暑い。フィルター機能が追加されたらしいよ。え、本当だ。すごい、あ、いいね。めっちゃ種類あるんだけど、ちょっとこれでやろうと思います。トゥンドゥンドゥンドゥン、え、怖い感じになっちゃうわ。やば、なんかかわいいの。あ、夕日がなんかエモい感じになるね。これ変わる。あドゥルッドゥッドゥ、すごい楽しいな。トゥルトゥトゥルトゥ、口が赤い。普通が一番や。あ、すごい、何これ。あ、明るさとかめっちゃ加工できるやん。あれ、あ、すごい。クマ取りしてみましょうか。おお。歯を白く、歯をね、白くしたいですよね。あ、白い。白すぎ。やば、一番上まで上げたからね。瞳、キラキラしてくれる。お、なんか変わっとるか？よくわかんないです。ほうれい線。ほうれい線、まだ10代なんで気に入りはせんけど。お、お、なんかこうやって戻すとめっちゃほうれい線って感じがする。ウケる。骨格的に私なんかこの線出てますよね、割と。
目を大きく、これ以上大きくしたらどうなるか。やだ、今ちょっと皆さん見ちゃいけないものが映りました。ごめんなさい、本当に今ちょっと見えちゃいけないものがちょっと映っちゃったんですけど、うわなんかあれやん、巨人巨人、進撃の巨人のこういう巨人出てきますよ。怖い、もうこんな12時前に見るもんじゃないですよね、本当ごめんなさい。小顔ブーンってなる、寄せ顔やばい、笑っちゃう。こんな自分の顔で遊んで、まあ、自分の顔とかいいですよね。くっきり、何がくっきり、あ、お顔のなんかね、滑らかさ、うわー気持ち悪い。オート。あ、オートモードをオンにする。エフェクトの設定がすべて変更されます。あ、いい感じに加工されたんだけど。ジャック。中。強。でもこのくらい加工してる人たまにいますよね。ドン。あ、ちょっとこれ大きすぎたか。あ、でもこれでも加工してますよ。これを。素の私に戻すと、ジューンあら、あら、あら、大丈夫かな、本当にすっぴん感が、ちょ、今リップもしてないからめっちゃすっぴん、何もしてない、ありゃプリクラ、プリクラもうちょっとね綺麗に盛れるよ、プリクラただいま、ただいま、いいです、ちょっと受ける、楽しい、これで1時間できるわすが一番だね、変に持ったらすが一番や、もう55分だ、終わんなきゃ、え、今日で46日でしたかね、47?48 か、うん、アイス、アイスはね昨日食べたよ、家にいると絶対食べちゃう、なんか家族食べてるから、家族食べてるの、誰かが食べてるの見るとさ食べたくなりますよね、今日食べてないよよし終わる、明日はまあダンスの練習したりいろいろしたりするよ、ランキング読みます、13位トリオエジさんありがとうございます、12位ヒガさんありがとうございます、11位リョッケさんありがとうございます、10位タカ 100% さんありがとうございます、9位ポクレンパサランさんありがとうございます、8位ジャーリングさんありがとうございます、7位マサヤさんありがとうございます、6位ヌッシーさんありがとうございます、5位アマツカゼさんありがとうございます、4位モモカンさんありがとうございます、3位コタンさんありがとうございます、2位まぼろしさんありがとうございます、1位あのねさんありがとうございます、ありがとう、すいませんね夜遅くに、じゃあまたね、またで、さようなら、バイバイ、おやすみなさい、バイバイ。